皆さんこんにちは、インター生の吉田です。今回はグラブルについて第3回になります。で、前回に引き続きましてバトルなどのシステムについてお話をしたいと思います。で、今回はアビリティとジョブの2つをご紹介いたします。まず1つ目のアビリティがですね、アビリティというものはキャラクターがそれぞれ固有に持っているスキルのことになります。で、基本的にキャラのレアリティで SS レア、例えば一番上のキャラクターたちは3つ持っています、そのアビリティを。で、さらにそのパワーアップする上限解放というものがありますと、さらに1つ増えて4つになったり、レアですと2つですねのアビリティを所持したりしています。で、基本的には前回も少しお話ししたんですけども、バトル開始から使用できて、攻撃ボタンを攻撃を開始する前にアビリティを発動することができます。アビリティは1回発動すると再使用するために一定ターンかかります。例えば、5ターンかかるでしたら、単純に5回攻撃したらまた使えるようになるというような形です。で、アビリティには、ものすごくたくさんの種類があります。で、このアビリティの一覧とかはゲームで確認できたりするんですけども、とてもずらーっとたくさん並んでいて、とても一度では覚えられないような数なんですけども、その中でも今回はバフ系とデバフ系のアビリティについて軽くお話をしたいと思います。まずバフ系のアビリティなんですけども、これはもう簡単に説明すると、味方の能力を上げたりとかすることができるものになります。攻撃力を上げたり防御力を上げたり、あと連続攻撃とかをする確率を上昇させたりとか、いろいろといい効果がいっぱいつきます。で、こちらのバフ系はターン数が決まっていて、例えば攻撃を上げるのが3ターンと、3ターンだとその効果が消えてしまうというような形です。で、また注意しなくちゃいけないことがありまして、例えば状態異常でアンデッドというものがありまして、そちらがですね、回復すると逆にダメージを受けてしまうというようなアビリティなんですけども、自動で攻撃した時回復するよみたいなアビリティとかついてると、攻撃するためにどんどん自分がダメージを受けてしまうというような、使ってるタイミングとかによっては逆にピンチになってしまうようなことがあるので、そこら辺もちょっと計算したりしながら使っていくといいと思います。で、バフにも、効果が重なるものとか、同じ効果で使っても、上乗せされないとかもありますので、どれが重複してしないのかとかを確認しながら、やっていくといいと思います。で、もう一つのデバフ系アビリティなんですけども、バフ系とは逆に相手に、悪い効果を与えることができます。で、例えば敵の攻撃力だったり、防御力を下げたりとか、さらにその状態異常とかを付与したりすることもできます。で、その状態異常でスローというものがありまして、敵にはチャージターンという HP の下にひし形のちっちゃいやつがあるんですけども、それが一定ターンたまると、ダメージが大きかったりと、特別な技を使ってきたり強力な攻撃をしてくるんですね。そちらをそのスロー効果で一旦減らすことができます。で、さらに恐怖というものがありまして、そちらは相手のチャージターンが増加しなくなるなど、より強いものとなっています。で、ただデバフ系に関しましてはバフ系と違いまして、大体のものは時間制限があります。例えば恐怖効果を与える、で、その下に効果時間が何秒と書いてありまして、その時間が経ってしまうと効果が切れてしまうので、例えばこうなんか打った後にちょっと用事があったって言ってなんかやっちゃったりして戻ってくると、そのデバフがなくなってるみたいなことも結構ありますので、ある程度時間に余裕を持った状態で戦うといいと思います。で、もう上の方に行ったらさらに強い敵になると、物によってはデバフが入らなかったりもするので、どういうものが入るかとかも調べながらやるといいと思います。そして2つ目のジョブに関してなんですけども、ジョブとは主人公が設定できる職業のことになります。で、このジョブはゲーム開始時はファイターというジョブになっております。またジョブには、
でクラス1、2、3、4でエクストラ1、エクストラ2という6つのカテゴリー分けをされています。で新しいジョブを開放したいときにはそのジョブの開放条件を満たしていることと JP というアイテムを使用することで開放されています。で、JP はイベントを進めたいレベルを上げたりすると入手できたりしています。で、クラス4とエクストラ1、エクストラ2のジョブに関しては、開放条件がちょっと変わっているので、まあ、初心者の方はまずはクラス3を取れるのを目指していくといいと思います。でクラス3のジョブでおすすめがありまして、ダークフェンサーというジョブになります。先ほど説明したデバフ系でとても強いデバフを与えられたりスロー効果も与えられたりして、さまざまなクエストで活躍できるジョブですので、ぜひ、最初に取ってみてはいかがでしょうか。でですね、クラスがどんどん上がっていくと使えるアビリティの数も増えていったりします。でクラス3になると、3つのジョブのアビリティに加えて、後ほど説明するんですけど、エクストラアビリティというものがありまして、合計で4つ使えるようになります。ですので序盤からどんどん上位ジョブを取っていくというのはかなりいいことになります。で、武器の装備なんですけども、ジョブにはそれぞれ得意武器1、2というものがありまして、例えばファイターですと剣と斧が得意武器になります。でその得意武器っていうのはメイン武器ですね、装備するメインとサブがあると前回説明したんですけども、そちらのメイン武器は得意武器しか装備できません。なのでファイターだったら剣か斧の武器しかメインに装備できません。サブは何でも装備できますので、銃とかその杖とかそういうのをお考え入れても問題はないです。でジョブにはランクとは別にジョブレベルという別のものがまたございまして、そのレベルを上げることでレベルボーナスというものがゲットできます。でジョブにはそのボーナスがありまして、レベルアップボーナスという、そのジョブをジョブを使っているときに発動するボーナスと、どのジョブを使っていても発動するマスターボーナスと2つあります。でマスターボーナスはジョブのレベルを20マックスに上げないと発動しないので、まあ序盤は、欲しいジョブをどんどん取っていって、余裕が出てきたら他のジョブもどんどんレベル上げていくみたいにするといいと思います。で先ほどちょっと言ったんですけど、 EX アビリティというものがございまして、こちらもジョブごとにあるアビリティなんですけども、他のジョブでも使うことができます。でその EX アビリティというのは、例えばジョブのレベルをこう上げた時に使えるようになったり、20に上げた後も同じジョブを使い続けているとリミットボーナスというものを獲得できまして、そちらを使用することで、解放されるアビリティもございます。でそのアビリティはそのジョブで、まあ、全く同じアビリティなどでなければ、どんなものでも基本的に使えますので、まあ、自分が使いたいアビリティがどんなのかなっていうのを調べてからそのアビリティを先に取ってみるのもいいと思います。で、今回のお話は以上になります。とりあえずそのおすすめのダークフェンサーを取ってみるのがいいと思います。で、次回は装備について少し詳しくお話をしたいと思います。で、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねの方をお願いいたします。ありがとうございました。